どうもこんにちは、ナッチでございます。さあ本日も寝起きでやっていきましょう。最近なんか健康的な生活してるんですよね。さあということで、ドラゴンラッシュっていうねやべえダンジョンの2が来たわけですよ。効果音がないわけですよ。いや1がめっちゃキモかったんですけど、この竜って称号さ、1の方がかっこいいじゃん。わかります？モンハンでいうあの古竜の竜なんだよね。1は2の方はちょっと簡単な竜というか飛竜とかの竜なんですけど、噂によるとそんな難しくないらしい、1ほどは。ってことで条件付きクリアをねやっていきたいんですけど、火属性でできそうなやつが2だと、ゼローグかエンドラなんですよね。なんで今回ゼローグ使いたいと思います。そういやこんなキャラおったなっていうそんな感じだよね。まあこいつ結構ねスキルが強くて、何かと周回とかで使われがちな10ターン落ち込んだしっていうね、武器も耐性が強くなっていいですね。で花からこいつのリーダースキル落ち込んだしなんで、まあ実質デメリットなしって感じです。リーダーで使うのであればこんな感じの編成でいきたいと思います。で1回で威嚇が入るかどうかだけ確認したんで、今回もニューはついてないのでご了承ください。実質ほぼ初見でいきます。闇だね。チードラだよね。なんかごっついんだよな。晴れてドラゴンタイプがついたチードラくん。なんでなかったんだろう。こんな奴らにさ、キラー対策とかしないよね。さあ、威嚇ぶち込んでいく。で、ヘイストもしていく。で、まだたまんないかな。まだたまんないんで適当に、炭化性で。まだたまんない。炭化性で。たまる。使う。で、軽減貼っとく。いや、払んでよかったか。どうせもう一旦こうするもんな。無駄なドロキョウ入りました。あとはもうカノアンドクロネを使ってね、平積むだけですよ。そんな平和に行くと思えないんですけど。多分後半で強化されたキャラクターがいるんで、なんだろう。ザ・ハークとか、なんだっけ、ヨルムンガンドじゃなくて、リーズヘッグとか、ヨルムンガンドとかやついましたね、そういえば。あいつもドラゴンだったはずなんですけど、強化もらえず。ヨウビさん。天空竜も強化もらえなかったしさ、悲しいっすよね。Z コラボリニューアルで天空竜強化でもワンチャンあるよね。結構パズラ Z で天空竜が、スポット当たってたんで、スポット当たってたで合ってる日本語で、裏天空竜もいるからついでに強化しますっていう可能性あるよね。なんだっけお前、セディンなってるわ。謎の記憶力。最近ガリウス君もね、クロマギ進化がありましたけど、まだありました、クロマギネタ。闇つながっとるやん、下手くそがよ。硬っ、急に硬っ、火とはいえ硬っ。でも火力全然ないっすね。こう僕ね、右下からパズル、そう、右下からパズル組んでるんでね、完全にタッチペンの死角だったんですよね。とは言ってもね、今更平積みつなげちゃいましたわね。甘栗剥いちゃいましたみたいな、ノリで。いけるか、光ならいけるか。2倍、優しいな。なんかオロチもそうだけどさ、この頭が何個もあるキャラクター、キャラクターっていうか生物って喧嘩しないのかな。喧嘩ってかどっちなんだろうね。意志は胃は共通なのかな。ケツも共通なのかな。飯はどうなるんだろう。でもあれだよね、多分舌は違うわけだから、味覚というか好みも違うわけですよきっと。知らんけど、俺ちょっとそれ苦手だから食ってくれよはねできるのかもしれない。硬いって、気光半減か、そりゃ硬えわ。カノープスも使ってあげたいけど、スキブ役って感じだもんな。
ちょっとね、30万ブレストドロキョウはね、うまく使いこなせる自信がありません。ゴッドモード起動、ダサすぎる。本当にダサい、こいつ。見た目は割とね、戦隊モノチックというか、すごい単純な合体ではあるんだけど、みんなの頭つけたっていうね。なんとかレンジャーのさ、おもちゃとかにありそうだよね、こいつ。合体ロボ的な。てか、平和すぎない今んとこ。あ、そんなこと言っとったら、いや、超根性あんのやば。あ、で、ちゃんと吸収すると。死んだって。アキネちゃん使います。未だに分かってないんだけど、アキネなのか、アキネなのか、どっちなんだろうね。アキネかもしれない。アキネな気がしてきた。アキネイターと一緒。でも減るんですよね。これ減らんかったら大問題なんですけど。回復力半減だけ？殴ってこない。昔ね、こいつにね、こいつに負けまくったんだっけ。なんか伝説の設計にね、行く伝説の動画があるんですけど。こいつでコンテしまくったみたいなのありましたね。ミルちゃんも火力いい感じですね。強化もらえましたから。さあ、ボスまで来た。ニーズヘッグ。無効換必要とか言っとるし、遅延食らったし、一旦殴るし、ダメージ入らんと思うし。まあ、今回ね、ゼロ号を生かすために潜在とかつけてないわけですよ。そもそも火属性を消してきたわけですよ。ちょっと減ったわけですよ。裏が溜まっちゃったわけですよ。カノン&クロネが使えないわけですよ、まだ。あ、でもこいつあれもできるわ。ケバカ回復もできるから、ヘイストしてカノ&クロネを出す。闇になってからゼローグ使って絶対に仕留めるっていう流れでいきたいよね。カノ&クロネを使うのはね、逆にダメだと思うんだ。条件解放しちゃうとゴン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 だと思うんで、逆に使わない。あ、意味ないんでした、これ。落ち込んないんでした、このパーティー。こんな街を作っても無駄。減るからいいや。このまま殴るわ。はぁ、弱すぎない？何だったの、前回のダンジョン。いや、これぐらいの難易度であるべきだよ。制限付きクリアとか入れるんだったら。前回が狂ってるよ。なんだよ、あいつら。一回似た奴ら。シードラぐらいのギミックであるべきだろ。倍率が出ていない。危な。2ターン行動でよかったね。色があるかちゃんと確認しないとね。そう、火はないから、火属性以外の色があることを確認しておかないと、事故る可能性あります。でもなんかね、ケツ穴壊れとるくんが、アグリゲート潰しだみたいなこと言ってたんですけど、アグリゲートって何に弱いんだ。お邪魔目覚め、だるい。あれかな、虚無とかかな。あいつってルーレットとかでしたよね。虚無でルーレットって消えるんか。これで半分いったかな。行動ターン変化したりしな、しな。あー、しましたね。軽減晴らして、軽減怖いから。お前が張るなよ。いやー、うざいなー。絶対倒せんじゃん、こんなん。だから、耐えるしかなくて。なんか、殺してきそう。大丈夫？むしろ、殺してくれた方が、殺してくれた方がおかしいけど、ここでそれぐらいのダメージを食らった方が安心はあるよね。あ、ちゃんとそういう自己要素もあんのねっていう。この単純作業でクリア、炎が変化した。バカ野郎、痛いぞ。でも耐えたぞ。裏が溜まったぞ。アテンだぞ。いらないぞ。回復上がったのはでかいか。おい、結局火属性かよ。なんかそんな感じだったな、お前。そういや、じゃあもう殴り始めたいと思います。ゲログ使うわ。これでどんなもん入るようになるか。片方のカノ&クロネは上限解放を失いましたが、
地味にこれ回復カットでかいよ。間に合わなかったんじゃない？いけそう。水がない。死にましたね、これ。なんと、最後の最後で我々は事故ってしまいました。あ、今もしかして覚醒無効解除せずにさ、秋ね今火あったじゃん。それで軽減するべきだった？いや、でも絶対次発狂だよな。で、落ち込んに頼ることもできないと。マジかよ。ちょろすぎみたいな動画になるかと思いきや、ちゃんと敗北です。うわー、悔しいな。カノアンドクロネがね、ループするもんだと思ってましたから、あれー？え？今4色消えてました？なんか全然痛くないんだけど。水なかったよね、あれ？あれ？あれ？やっぱちょろいのか？その体力で発狂しないお前に感謝。そしてお別れだ。なんだ？すごい平和。初クリア。万人ってやばくない？まあシードラだからってこと？まあ報酬もそんなにまずくなく、軽減プラスがあるのはいいですね。へえ、なんかちょろいな。ワンと作ったやつ違うだろ絶対。相談せずに作ったやろ。なんかチーム分かれててさ、ドラゴンラッシュ1完成しましたって、あ、2も完成しましたよって言って、お互い見せ合ったら、おいお前ら難しすぎだろ、お前ら簡単すぎだろってなってそうなぐらい違いましたね。もしくは1で反省したか、急遽ね難易度を調整したかね。2ならまあギダテンとかして木染めでも勝てそうな難易度、1はやろうと思わんもん。あんなストレス抱えて石回収するぐらいだったらもう課金するわっていう。てなわけでドラゴンラッシュ2でございました。おつ。